吉田さん、大谷翔平なんて知らないですよ。隠居してますから。隠居する前に知ったのは日野翔平ぐらいですね。まあでもね、結果ね、有名人知らなくても億万長者にはなれるんですよ。で、そうですね、なんかね、竹原慎二なら知ってますよ。うん。まあ,あなんて言うんですかね、みんなが注目する人を自分も知っていなきゃならないってことはないですし、もちろん私がアフィリエーターなら、 その大谷翔平さんっていう名前をね使ってアフィリエイトをかけていたと思いますけどもアフィリエイトをしなくなるとね途端に有名人芸能人とは縁が遠くなりますよねでそのぐらい多くの人は有名人芸能人スポーツ選手に人生を振り回されてるんじゃないかなと思うんですよでまあ、ねある意味ね私も見るんですけどもロッキーとかねロッキー見てなんか奮い立って筋トレとか始めて健康になる別にそれはいいんじゃないかなと思うんですよ私の場合はネオヒルズを見て金持ちになりたい金持ちになったわけですよ で、ナイトライダー見て、あの、車欲しいなと思って車買ったんですよ。で、影響を受けてるのは一緒なんですよね。だから、私が思うのはどうせなら、稼いでる人の影響を受けて稼いじゃえばいいんじゃないかなと思うんですよ。でも、大谷翔平さんが稼いでるから影響を受けてるんじゃなくて、有名だからとか、何かね、スポーツで結果を出してるから、それに対して影響を受けてるだけであって、それを再利用する人っていうのは多分ほとんどいないと思うんですよね。でも、稼いでることの再利用って、みんなに必要なことなんで、やればいいのになぁと思うんですけどね。 うん、稼いでるこの裁量ね。まあ、今回のタイトルは日野長平にしときましょう。日野長平、いってらっしゃい。